はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第7回目やっていきたいと思います。で、ここの鍵を手に入れてちょっとこっちに、まあ多分進むことになると思うんですけど、一回戻ってきて、で、前回ここにあったキーピックのショットガンの弾を取りに行ったらハエ女に遭遇して逃げ込んできたんですけれども、まあ、一応ちょっとね、ショットガンの弾回収しました。で、回収して、デュークの部屋に戻ってセーブして終わりにしたというところですね。で、多分なんですけど、もうハエ女がちょっと徘徊するようになっちゃったんで、安全に城内が探索できないんで、まあ、まずは当初の目的地である、これは歌劇場に向かっていきたいと思います。ちょっとルートの構築はしていく。だからまずここでってメインホール突っ切って、食堂突っ切って中庭からこっちっていうルートですね。で、多分出るんだよね。だからまあ時間経過で出るのかなんだかわかんないけど、ちげ、こっちじゃねえ。早速間違えた。げ、今いたよね。ドミトレスクが見えたよね。マジで絶対いた。食堂方面にいたよ。いた。待たせたわ。マジか。全然待ってないよ。しかしドミトレスクは走るということをできないはずだ、あのドレスでは。なんでお前かよ。ちょっと、めっちゃ復活してる。めっちゃ復活してる。もうこいつらに相手してる余裕はない。で、入ってきて歌劇場。こっちに入ってくる、ドミトレスク。待てアイテムを見たいんだよ。そうで、ここにはないから上に行こう。で、ここ、鍵がかかってるね。ドミトレスクの鍵じゃ無理か。あ、で、ここに繋がんのか。で、ここワインルーム。で、メインホールでしょ。2階の開かなかったところだ。で、開かないんだけど、ちょっと鍵がないから行けないんだよね。ん？音がするな、やっぱり。奥様の口舟を見つけたものは浴室に戻しておいてください。高級な特注品です。決してよからぬ心を起こさぬように。いや待って、やだ、ほんとやだ。アイテムまだあるか、ちょっと探してる暇がない。いやほんときついぞこれ。どこにいる？結構音でかめなよ。え？は？下？絶対声する。声はもう絶対するもん。あ、いた。見えるわ。剣か。銃弾は27発。ナイフでいく。まず振らせる。で、ほら、くそ。押せ。ゴリ押せ。足切っていくけどさ。倒した。しゃがんでダメージは一発もらったよね。まあ銃弾の節約になったと考えればまあいいかな。ちょっとぐちゃぐちゃの感じになっちゃったけど、剣鼻のなんとか球、あ、これあれじゃん、デュークのところの弾コールじゃん。戻りてえけど今マジで危険だからな。いや、まだいるな。ん？どこだ？いや、待って、ほんとわかんねえ。これなんかある。調べる。術後1日目、処置が終わってから3人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹のハムシが出る。ハエのように見える。術後2日目、3人の体に無数の虫が湧いている。
体の各部が虫に食われたように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ちる。どうやら冷気に当たると硬直する性質らしい。慌てて窓を閉じる。4日目、全身を虫に食い尽くされた。人型の黒い塊がうごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位ごとに虫の色が変化してくる。顔の虫は青白く、唇の虫は赤くといった具合。6日目、虫の塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。3人が起き上がり私を見つめる。うつろな視線だが親子の情を感じる。名前は決めてある。ベイラ、ダニエラ、カサンドラ。なるほど、バイオ1にいたあのヒルみたいな感じだね。ヒルが人間になったみたいな。なんか音しない？いや、まあまあ、そのなんだ、マジでやだ。あ、いた、いるね、いる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 。まず見つかって、月の方がいいのかな。剣を振らせる。でその後月が出るから一発、二発、ダメだ。ほらほら、よっしゃー、まあ、一発もらっちゃうね。だここうまくガードとか駆使できれば。キーピック持ってねえよ。持ってないよね。あ、持ってるわ。あ、違う違う、これ手榴弾だ。まあ、ただちょっと食らっただけだとまだ緑だから、まあなんとかはなってるか。あとアイテムを探し、まだいんの？ちょっと待って、ドミトレスクがさ怖いんだよね。あ、ここ行けそう。よし、で青、じゃあ次こっち。あ、そうか、でここキーピックがあるから青くはならないか。下になんかあるよね。オリオンいるか、わからん。でこれ壊す。ハンドアン10発くらいは今節約できてるから、なんか強いナイフみたいなのないのかな。ここ開く？ん？これどこに？あ、1階か。さっき鍵がかかってたところだね。で、まあ、ピアノがあるからこれは多分弾くんだろうな。ちょっと待って、わかんねえ。これも見てみよう。学名なし。体長5、6センチ、体構造はオオクロバエに似ている。顎が異常発達、肉食、極めてと思う。カドゥが宿主の人体に産卵することで発生する。卵管が退化しており、虫自身に生殖能力はない。集合フェロモンで軍隊を形成し人間に擬態、獲物を油断させて接近捕食する。特徴として急激な気温変化に弱い。特に摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し生命活動を停止する。クマムシ、ネムリユスリカに見られるクリプトビオシスと似た形態か、よくわからんけど、結構低めの、低めっていうか、なんていうの、そこまで低くない体温でもうダメなんだね。あとはこれを食いますか。こんなところで弾くの何これ。鍵盤選択とか、俺は音符読めないんだけど、俺マジで音楽あれがないからね。はいはい、あ、なんだ、上がっていくじゃん。はいはい、で次に行くのはどうすんの。え、あ、なんか勝手になる。あ、なんだ、じゃあこれ簡単じゃん。一個ずつ当たりつけてさやればいいだけだから。はいはい、で下、右で右で同じとこ、 OK。 なんなのこのさ、ピアノ弾くシステムマジで意味不明だよね。で鍵、よし OK。 いや待って、鍵を手に入れたってことは、まあ、2階に行かなきゃいけないんだけど、絶対災難か出る。ちょっと待って、
様、こっちか。汚らわしいよそ者の分際で。で、こっちから行けば OK だな。ドミトレスク。これがベイカー邸のあいつにちょっと似てるね。かけてきてる？え？なんか逆にさ、早く行きすぎてさ、こっちで遭遇しちゃうっていうのが。うわ、来てる来てる来てる。勘弁してほしいから、まあ、多少は引きつけとこう。で、こっち。で、鍵開けんのもね、若干時間がかかるんだよね。鉄格子。大丈夫か？よし、OK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 。何？やっと私に会いに来た。なんて、今度ごめんかよ。ここもちょっと調べてる余裕がないな。くそ。いや、いけない。マジか。待て。どこだ？そうすると、かわいそうな人間、逃げられないわ。よし、ショットガン溜まってる。取ろう。窓を開けよう。いや、違うな。くそ。これか。よし、霊気。ここは決着をつける。弾があそこに見えんな。痛い。こんな肩来るの？なんでって、お前を殺すためだ。あれ、これさ、もう一回霊気やんなきゃダメ？一回。もう何なの？お前がどうしてこんなこと。霊気はこれどこだ？どこ。寒すぎる。痛い。あ、なるほど。一定間隔でこれガチャってなった。ねえ、ほら、これは夢。くそ。こっちからも行く。私まだ死にたくない。割れた。これになればもう倒したよね。よし。虫はうんざりだ。あと一人。霊場のトルソー。トルソーって何？どういう意味なの？ハンドガン。で、体力赤いんだよね。もう一発食らったらちょっと危険なんだよな。アイテムはまだある。多分ドミトレスクここには来ないな。じっくり探索させてもらおう。とか言ってきたらマジ嫌だもんだけど。アイテム。天井になんか光ってるってことはなさそうだな。んー、どこだ？他。うん、これだ。あー、じゃあ撃ちたよ。一発使って5発手に入れる。プラス4発。ん？取ったよね。あ、取ってねえや。いや、まだあるな。壺があるか？端の方はちょっと見ておこう。このショットが、あ、取って、これを取ってなかったのか。いや、まだあるな。棚の後ろか。じゃあ棚を一個一個ちょっとチェックしていこう。ナッシングだな。ないね。じゃあこっち側、裏側、どっちが表なんだかよくわかんないけど。まあ、ここ戦闘区域だからそれなりになんか弾とかはありそうだけどね。こんなもん？これは？全然ダメか。いや、もうわかんねえな。かといってもう戻りたくはないからね。ドミトレスクがいるから。まあいっか、ちょっと一回こっちは、こっちっていうかここのマップはこのくらいで。あ、
この棚なんでもない。無理か。行こう。でここに出てきて、これなんだ、歓喜の間。特に開けない歓喜の間、ここ開くんだよね。よしよしよし、ちょっと一回デュークの元に帰りたいけど。これは、お、仮面、歓喜の仮面。これ二つ目で、アイテムはもうない。アトリエに行けるね。行けるかこれ。けなんか超嫌な、なんだ、ドミトリスク閉めとこ。ハンドガン結構あった、15個あったよ。ない。この動いてるのが怖いんだけど。この部屋で5つの鐘を鳴らせ。どういうこと、この部屋。ほこり1個、お、ついた。あとはあれっぽくないこれ。てかハンドガンじゃないと鳴らせなくね、まあ、だから弾があったのか。ここにちょっと上も行ってみよう。2階っていうの、まだ2つしかないからね。ちょっと怪しそうなところ。ドミトレスクの絵にはない。ろうそくのとこもないし、あれ？いや、わかんねえな。ちょっと、もうちょっと上から見ないと。あ、これは？あ、違えか。あ？じゃあ、壺なのか、金なのか。結構わかりやすい形はしてるな。あそこ、2個。え、全然わかんねえんだけど。暗いけど、やっぱあれ金っぽくねえか。シャンデリア、まあ、ぽくそうだよね。いける、ちょっとやってみよう。照準がうまくつかない。お、え、ついた。弾を2つ使ってしまったが、残り2つ。なんか上から見下ろした方がなんか分かりやすそうな気はするけど、そうでもないか。あれは？なった。ちょっと待って、ようやく4つ目。あと1つ。マジ全然分かんねえ。これもしかして。いやー、なかなか難しいんだけど。はっ、くそ。左から右に来るときの方が打ちやすいな。やった。え、で、なになになに、奥に行けるようになった。え、だったこれ。外が見える。こっちもまあ、いや、行けはしないか。え、なんだ、どうなってる？ハーブがある。え、こっち通っていいの？なんかこの順路なのかどうなのかがわかんないんだよね。めっちゃ登ってるけど、ちょっと上見ながら行こう。
これは屋根裏、本がある。あ、あれがある。一応壊しとく。でナイフでここら辺をちょっと破壊しよう。ん？あ、なんだ、象か。象って人弁ね。こいつは資金、まあ、そうだよね。くそ、一発、ほら3発でひるむな。よしで、キーピック、キーピックのために。てかこいつなんで屋根裏部屋にいたんだ。お、宝の地図、トレジャー。え、ちょっと待って、出てみんの。村家屋じゃないな、地下道、建物内部。え、これどうやって階層変えるんだ。1階とか2階とか RF、 あ、下と上か。あれ多分さ、え、どこだ、鉄格子の鍵ここにもあったっけ。これは物語見るやつだから、ちょっと待って、ね、宝の地図っていうのが、あ、アイテムにはねえな。なんか一瞬で、あ、ここにあるかな、宝の地図。薄汚れた宝の地図の切れ端、調べる。トレジャー、キッチン。あ、これなんて書いてあるんだ、ちょっとこれがわかんない。ダデュ・ドゥングレンみたいな。これキッチンだよね、下。裏とかなんかないかな。お、なんか書いてある。王族の棺に高価な副葬品、仕掛けで守られてやがる、食材が鍵。あ、宝の地図って別にここ誰かが侵入した時に書いたのか。ハンドガン、若干体力やばそうだな。回復薬が今ここもないんだよね。ハーブが6、薬液7だから2つくらい作るか。2つ作って1個使っちゃう。うん、ちょっとやばそうだな、1個使おう。よしよしよし、超スーパー万能回復薬。まあ、万能回復薬っていうか、もう E さんがイカれてるからね。でもバイオハザード7の時に、なんだっけ、エブリン菌に侵されたまんまなんだよきっと。芝名の探検なるものが城にあると聞く。それは中世の品で、何でもその刀身には古今東西あらゆる毒が塗られている。妄想に取り憑かれたかつての当主が悪魔や魔物を殺すために作らせた。実に興味深いが、もう誰も場所を知らない。その探検とかナイフに変えらんねえかな。毒斬り。ん？あ、なんだ、敵かと思った。ちょっと待って、さらにこっち？お！ライフル！いや、かっけ！ちょっと撃つのには4発か。なんでライフル持ち出すんだよ。あ、でかっ！あのアタッシュケース買っといてよかったわ。めっちゃ広がったかんね。で、ちょっと待って、ハンドガン、あー、そうするとね、これをショートカットの下に登録したい。で、地雷はいいか。地雷なんかどっかで使っちゃってもいい気がすんな。で、上でしょ、右がショット、下がライフル、ハンドガンで、屋根裏まだアイテムがあんな。上とかなんかキラリンって光ったりはしてないかな。結構アイテム残しちゃってるんだよね今。まあ、このドミトレスク城が安全に探索できるようになったら、ちょっとまとめて探索したい気もするけど。だってこっちはもう来て、さっきここキーピック取ったしね。こいつはなんかある。
ほら、なんもない。まあいいか、とりあえずライフルは取れたからよしとして、でさらにどこへ出てくるんだこれ。ドミトレスク、ここはここでなんかアイテムある表示になってるけど、もう分かんなさすぎる。え、なんだデーモンみたいな感じになってんだけど、狙える？やめとこう、もったいない。さすがにライフルの弾はもったいないっていうか、これどこ、マジでどこ、わけわかんねえ攻撃してたよ。こいつ何なんだよ。いや襲ってくるか、なんか音するし、またふっ待て、来るわ、めっちゃ来てるわ。くそ、厄介すぎる、厄介だ。あとは切る、ナイフで切るもん。いや食われた。ダメだ。カペットさ、そう下に落としちゃったらさ、アイテム取れないよねって思った。これはなんだ、あこれ1階に戻れるってやつか、多分。でもなぁ、ドミトレスクが追いついてんだよなぁ。とはいえ、あの、弾手に入れたんで、デュークのとこにね、帰りたい。で、いいんだよねっていうのをちょっと確かめよう。遅いな。うん、そうだな。ただまあこれで動いたんで一気にいけんな。ちょっと一回デュークのところへ戻りたいけど、まだアイテムある、ここ、このね、これとかなんか怪しいけど、ただ光ってないからね。違うな、エレベーターのね、なんかね、天井とかになんかあったりするんだけど、これでもここでずっとさ待機してて、ドミトレスクが来たらまあエレベーターに乗って逃げればいいんだけど、まあいいか。突っ走りすぎてもさ、遭遇する、カサンドラ来たか、イラッチ、あの男は一体どうなってるの、あなたマンの娘、待って、娘のはずよ、分かってます。あ、こっちサービスが増えましたねさあどうぞ。安定のデューク、ちょっと待って、これやりたい。先に結構増えてきたな。あれなんだっけ、手に入れたよね。あ、これだ。お、いいじゃん。え、何これ。あ、弾を動かせってこと。こっち私など眼中にない。ごめんね。かわいいっていう。ああ、いけない。こうでしょ、で下に来て右にやって、途中でなんか起こっちゃったのかな、さっき。
あの中に入れれば多分いいんだよね。なんだけど、待って、あー、なるほど、わかった。ここ穴があるんだ。 L2、 あ、そういうこと。ほら、わかる。あの穴に入っちゃいけないんだよ。つったら最後は結構難関なんだな。よし、これでできたー。ローラーウォールトロフィー。お、これシンクの結晶骨みたいな。何かご入用ですかな。これだったら売却用かな。結晶化した頭蓋も売って冷蔵の取ると、霧も積もれば山となると言いますしね。え、シンクの結晶骨高い。ちょっと待ってね、これ見れるはずなんだよ。素晴らしい、良い取引でした。あ、トレジャーアイテム調べる。で、なんか目ん玉に入りそうな気がするんだけどな。まあ、これは関係ないか。売っちゃって良さそうかな。よし、売っちゃおう。まあ、ごゆっくり見ていってください。せっかく手に入れたんだ。はい、22,000円で。そう、じゃあ欲しいのはレシピ。それを選ばれると思ってました。からのショットガンの弾、全部で5,000円か。いや、使っちゃおう。回復薬は1個だけ買っちゃおう。1000円はまあ安いよね。地雷っているの？どうなの？地雷のレシピか。で、ロングマガジンどうかな。9000円はちょっと高いよな。ロングマガジンは今困ってないからな。銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格。スナイパーライフル意外に弱え。鍛えたショットガンより弱いじゃん。まあ、1回鍛えれば強くなるけど。装填数が4から6か。装填速度結構重要だけどね。連射速度。だったら、なんかショットガンでいい気がするんだけどな。弾数は、連射するようなものでもないけど、6000円で鍛えられるって考えると、まあいいや、ちょっと1万円取っとこう。また何かあるかもしれない。今後もごひいきに。ってさ、音がするんだけど、ちょっとだけ覗いてみる。いないか。まあ いや、もう毎回ここからになるけど、安息の地なんだよ、ここは、本当に。というわけで、じゃあ次回は、まあまた、こっから上に登って、中庭とかもアイテムあるし、ここもアイテムあるし、結構やっぱり取り逃しが出てきちゃってはいますけど、まあまた、エレベーター登ったところからやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。